S級特選3つ目のカード10レーススタートです。鈴木健二、阿部拓磨両者、さらに1番のイーノユタも絡んでいきます。ここはどちらか、イーノか鈴木健二か、内側生かして1番車イーノ選手が2コーナー手前先頭に追いつきました。堀を確認して6番手から5番桜井正隆、7番手から2番斉藤達也が上がっていきそうです。1番の飯野雄太が前を取り切りました。メンバー中唯一初日特選組格上の存在であります。飯野雄太の後ろに5番の宮城、桜井正隆、そして外から7番宮城の阿部拓磨であります。今日の東北勢は阿部拓磨、そして桜井正隆、宮城勢の真ん中に福島の飯野選手を挟んでの3者の並びであります。7番、1番、5番であります。7番の阿部拓磨が前からの組み立てであります。準決勝はまくりきれず5着に敗れています阿部拓磨です。マークは特選組格上の1番の飯野雄太、そして準決勝では阿部拓磨と連携した5番の桜井正隆が今日は3番手東北勢固めております。切れ目4番手から2番神奈川、斉藤達也はシリーズ初の短期戦となります。うまく流れに乗っていけるかどうか。直後5番手から3番茨城、小畑克弘、昨日の8レースは先行勝負は3着の内容です。イバト時代に4番の岡田大地のマーク、連日番手戦、予選は阿部大輝マークでした。残り3周回東京6番鈴木健二が昨日同様連日の小畑ラインの3番で固めております。3対1対3の対列です。 S 級特選第10レースは3周回2コーナー過ぎました。7番の阿部拓磨が前からの組み立て、1番の E の5番桜井正太東北勢、2番神奈川斉藤が谷間の4番手、3番の小畑、4番岡田、6番鈴木健二、3周2センター5番手以降関東のトリオが動く。小畑が動いてきました。7番阿部拓磨が気づいた。どう対応するか。外外小畑が踏み込んで残り2周赤番から先行体制。7番車の阿部拓磨は4番手下げます。2番の斉藤はまだ現時点では切り替えなく7番手、3番手ライドを約2写進が来た7番の阿部拓磨、どこから逆襲転じるか。3番の小畑が少し流している、後ろを確認している。小畑が阿部拓磨の動向を相当警戒。どちらが先に踏み込むか。7番の阿部拓磨が踏み込み始めた。4番手からジャン4角から長い距離踏んでいく。1番のイーノを従える。一気に叩けるか。7番阿部拓磨、3番の小畑が抵抗も、小畑が叩かれて内側後退していきます。1番のイーノは進んだ、今あった5番の桜井正隆のところ、3番小畑が飛びつか、外桜井正隆が決めて東北で出切った。4番の岡田が切り替えて2番の斉藤と4番2番4番って並走状況。1番イーノ後ろを確認、余裕はいそうだ。3番手6番桜井正隆真ん中狙っている。バンテージはイーノが抜け出して1番7番5番で入着か。正式な決定放送お待ちください。阿部拓磨が叩き返して先行3番手桜井正隆まで出切りました。ちょっと間を空けて後ろを確認、余裕がありました。飯野選手貫禄勝ちです。綺麗にラインでワンツースリーは1番7番5番で入着しております。飯野雄太、阿部拓磨、桜井正隆、東北三社ワンツースリーで入着しております。正式な決定放送までお待ちください。第10レースでした。